まりました週の真ん中マンタケ TV でございます。あれ今日さ何引きつっとるね顔引きつっとるけど何いやもう今日俺ずっとゆみちゃんの横顔を見てすっげえ可愛いとこがある。何全体的に全体的に可愛いけど特に今日可愛いとこあのさ耳飾りあの俺最近ほらあの鬼滅の刃とか見てるから、うん、耳飾りすごい耳あの炭治郎がこうつけてるよね、うんうん、炭治郎あれあのすごいあれが一つポイントあるけど今日のゆみちゃん可愛いこれもうあのもう煉獄さんって呼ぶ煉獄さんつけとってないけど思うけどなんか燃やせみたいな燃やせあでもゆみちゃんはどっちかというと忍さんやねどっちかというと胡蝶さん胡蝶さんあの、はい、すごいあの小さめで小さめ で、あのちょっとなんていう男性受けするきつめな感じでなんか妄想が膨らんでしまういやでもなんかいや本当これね姪っ子が作ってくれたのこれあの本当ね、うん、横めちゃくちゃ可愛いあのこれポタラポ懐かしいいやなんかね本当にあの可愛らしい地球儀みたいなパールかなんか、すごいそうパーツを買ってきて、この組み立てて作ってくれた。すごいね、なんかずっと動いてて、なんかもうあのこれはあのマンタケで言おうと思ってずっと我慢してきた。まあゴルフでつけたいんだけど、これイヤリングで作ってくれたから。イヤリングなんや。スイングで落としたイヤリングだから。やっぱイヤリングでも落ちちゃうと思うんで、あのちょっとねこういうスタジオで。あ、やっぱりイヤリングなんや、うんうん、あーなるほどじゃあこう止めてるかネジでこう止めてるやつパチンって感じあパチンでいけるんや、うんうん、それちょっとやっぱりね、はい、ゴルフでは飛んでいくかもしれないそうなので、ねはい、それ落としたらねダメやけんね、はいうん、ちょっともうあのピアスに付け替えようかなって思ってあでもいや本当付け替えでも、うん、本当にゆみちゃんのね大好きなめいこちゃんね、はい、いや本当にあのこれかわいい、うん、ありがとうめいこちゃん、はい、ぜひあの僕のも僕のもよかったらあ僕炭治郎風お願いしますつけるんであのなんか二の丸みたいなそうそうそうよかった炭治郎風でお願いしますやらなくていいよとかさすがにせんでいいよはい、はい、行きましょうでは参ります、はい今回のご質問は弾道ブレンの小石井さんからこれ面白いですね多分大道ブレンドコーヒーやと思うんですよ、ね、多分ね確かに確かに、はい参ります、コーヒー大好きの塊、うん、中富宮川渡り、ね、楽しく視聴しています、はい、ありがとうございます、はい、インドア練習場でフライトスコープミーボを使って練習に励んでいます、うんアイアンの各番手ごとで真横からの弾道を見たら、うん、ピッチング9番、7番、5番と飛距離は伸びるものの弾道の最高到達点にほとんど差がありませんでした。すごい、うん、つまりロフトのあるクラブだと早く頂点に達し、うん、ロングアイアンでは遠くで頂点に達する感じです、うん、アイアンってそんな設定になっているのでしょうか。高さのイメージはウェッジが高くて5番アイアンだと低いと思っていましたが勘違いなのでしょうか。それとも私の打ち方でしょうか。アイアンはブリヂストのツアー B、201CB でシャフトは NS プロのモーダスツアー105です、はいぐっすり寝るためにも私の疑問にお答えください、はい推進お二人はコーヒーが好きですか。私はモカをよく飲みますとのことです。いやこれなかなかね大道ブレンド恋しいでねいやうまいなと思いました。あじゃあ大道じゃ弾道ね弾道ブレンド恋しいうんはいでもこれ ね、ふざけた名前ってすごい失礼ですけどこれめちゃくちゃいい質問してるんですよ。これも私のねこれ多分ねあの弾道の最高到達点ってこれあの私の師匠の浅谷師匠聞いたらもうわって入ってくるぐらいもうあの人うるさいぞ最高到達点については僕あんま言わないんですけどやっぱあのエイペックスかなってやったかな最高到達点ちょっとあのなんせあの人やっぱりあの人でかねあのやっぱり女子プロとか男子プロ見てるから、うん、すっごい重要な項目なの。この実は、まあ、あの常に浅谷師匠口うるさく言ってますけどあの意外かもしれないんですけど実はドライバーからアイアンまで全てのショットにおける弾道の最高到達点とはほぼ一緒です、はい、で後から話しますが実はそれこそドライバーからピッチングまでが一緒でウェッジが高いって思ってる人いますけどウェッジはちょっと落ちます、はい、これも浅谷師匠いつも言ってますよ。お前ウェッジが一番高いと思ってるやろ逆やって、もううるさいわ聞いたわっつってあ一番初めパンって上がるからもうまさにその通り、ね、あの、うん、
まあよく一般ゴルファーのイメージではここ書いてくれてる通り、ショートアイアンがどっちかと高くてドライバーとか、まあ長いクラブですねが低いと思われてますけども、まあこれは今由美ちゃんが言ってくれたように最高到達点を迎える位置が違うからですね。なるほど。はい、まあ当たり前なんですけど、短いクラブ、ショートアイアンは高めの打ち出しで早々に最高到達点に達するわけですね。でもロングアイアンとか長いクラブっていうのは、奥側上がっていきながらだんだん、まあ、そこにそのスピン量とかも加味されながら上がっていって、結局最終的に最高到達点とはほぼ同じところ揃えます。だから今、弾道ブレンの小石さんのアイアンショットは正しいわけで、まあ、実際逆にそれが打ててるってことは正解なんですね。決して打ち方が悪いのではないので、そこはもう、ご安心ください。もう浅利師匠なんかこれ聞いたらもういいよって言うよ絶対。はい、まあ、ただなかなかね、そこまで見ることは、最高到達点を見ることがあんまりないからそう思うんですけど、実際にそれは一つ、横から見た弾道とかで測定器で見たら全部が見れるんで、それで揃ってるっていうのは一つのポイントになります。なるほど。これ逆に考えると、最高到達点がばらつく時っていうのはちょっと考えないかんと思いますね。はい、例えば特に多いのはロングアイアンとかミドルアイアンの最高到達点が低い人結構多いですよ。要するにしっかり打ち込めなくて、打ち出しも低い、スピンもかからずにそんなに上がらないってなってくると最高到達点が低くなるんですね。なるほど。でこうなってくると要するにボールが止まりにくいわけですね。やってきたら何かっていうと、やっぱり同じくらいの距離が打てる、そういうゴルファーっていうのは同じくらいの距離が打てるフェアウェイウッドとかユーティリティに変えて打ち出し上げて最高到達点を同じ位置に揃えないと、結局パーオン率が下がってくるってことです。なるほど。まあ、これは結局最終的には海外の方でいう高価格、ボールの落ちてくる角ですね、これにつながってくるんです。なるほど。だから結局高さが揃わんってことは、それだけ角度が落ちてくる角度も急になるからボールが止まりませんよっていう考え方になるので、やっぱりその足りてない番手っていうのはそれを補うクラブにしていくっていうので変えていかないといけないですね。だからさっき言うように最高到達点はそれぞれのクラブを打ちこなせれてるかどうかを判断する結構いい指標になります。すごい。だから、まあ、正直さすがに一般的なアマチュアゴルファーでそこまでこう気にする人っていうのは少ないし、そこまでセッティングが厳しくないから、まあ同じ揃ってなくても止まることはありますけども、ただ世界のトッププロっていうのはもうこの数値を参考にギアを変えたり、もしくは打ち方変えたりってしてるのは事実なんで、これほんまにね、この質問なんかすごいいい質問で、久々に朝日翔の顔が出てきましたわ。あー、おっさん喜ぶやろなみたいなこの質問喜ぶやろなみたいな。なるほど、なるほど、はい、確かに。だったらその全てのクラブが、まあ、ウェッジは低いって言ってたけども、ウェッジが若干低い、はい、それができてたら番手の、感覚の、まあ、のごとに距離が出てるっていうことなんだ。まさにこれは一つ今度止まらないってさっき言ったその番手間の距離がしっかり打ち分けれてるってことなんです。なるほど。だからやっぱり最終的にその、まあ、よくそういう図面で出るんやけど、全部が揃うことで最終的に、まあ、10ヤードごとかどうかは分からんけど一番手ごとの感覚っていうのが落ちる角度とかも揃っていくんで、その打ち分けがしっかりできてるっていうふうに言われます。じゃあちょっとこれを最高到達点の線だとして、でここから打ちましたって言って、ドライバーだったらヒューみたいな、そうで7番だったらこのもっと手前の方でヒューってなる。これ全部だから図示してるやつで言うたら線がこうだんだんこう、なんていうかな、そう山がいっぱいになってて、それがでも大体揃ってるっていうのがで結局距離を打ち分けてますよっていうことで分かるわけですよね。なるほど、これネットとかでも調べたら出てきますよ。最高到達点って出たら多分そういう記事が出てくるんで、はい、それ見たらなんとなくイメージしやすいと思います、ね、なるほどです、はい、なのでそれは うまくクラブを逆に使えてる、使えてると思った方がいい。そうだからそれが逆にばらついてるとミーボとかで、逆に言うとミーボとかで見ないと分かんないですよね。なるほど。それ見てだからばらついてたら特に多いのがやっぱさっき言ったロングアイアンがばらつく人結構多いんですよ。で大体高さが足りてない人が多いですね。でそれって自分が苦手だなとかうまくいってないなっていうのとこう重なる可能性は高い、すごい高い、高い。なるほどです。たけちゃん、コーヒーは好きですかという質問でちょっとじゃあ締めくくりましょう。そうですね、はい、できたらもう甘ったるいの好きですそうなんだ、なるほど。いや本当飲みたいのは甘ったるいんですけど、今体鍛えてるから我慢してるだけで、本当はカフェオレが好きです一緒、はい、そっか、はい、私もカフェオレか、はい、ブラックのアイスとスイートポテト。どういう組み合わせね。もうなんか甘いの、お前は塩分がないと無理なんか。いやこっち甘いの食べたいけど、こっちも甘いのだったらちょっと罪悪感があるから。なるほどね。ブラックコ
ーヒーだけの時もあるし砂糖入れるんだったらなんかおやつ食べようかなって思います。なるほどなるほど、ね、はい、もうこれからはスイートポテトコーヒーなんかつけてくれてください。美味しそう、美味しそうね。はい、ということで、弾道ブレンドブレンド弾道ブレンド恋しいさん、ご参考になりましたでしょうか、はい、それではまんたけ TV また来週。はい、これなかなかこの肉でも抜ける人いない。これもなかなか面白いですね。素晴らしい、はい、チャンネル登録高評価でたけちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。